どうも、こんにちは、めめやです。今日も対戦続きパン、対戦やっていこうと思います。まあ、まずはいつも通りね、まあ、3戦ぐらいアップして、引き続きオンライン潜っていこうかなと、思っております。アップ重要ですからね、やっぱりね。押せなかった。最後の自然連鎖地味にでかい。まあ、ノーマームーブにしたんで悪くないでしょ。まあ、スコア上は普通だけど、まあ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 。まあ、最初なんてね。いやー、強いですね、普通に。ディフェンスがやっぱり高いと、かなり強いように見える。仮にこういうのがアタック700、ディフェンス200とかになると、なんか、いまいちってなるけど、こういうスコアになるとすごい強いように感じる。ディフェンス重要ですからね。バランスよくなるといいですね。うわ、強すぎー。ディフェンス769はやばい。アタックも1100いってますし。まあ、これ本場で出したかったですね、できれば。アップじゃなくて。まあまあまあ、これぐらい出てれば大丈夫でしょう。いい感じだと思います。じゃあやっていきましょうかね。今日もやっていきます。30戦30連勝と。これはいかついですよ。はい、マッチングしました。カオちゃんさんよろしくお願いします。はい、お願いします。よし。パネルをちょっと動かしといて、落ちるまでの時間を稼ぐという技術を使いましたね。それで連鎖をつなげて、最後まで。まあ、そういう細かい技術もね、駆使しつつ。まあ、これ一撃ですね。さあ、幸先いいスタートだ。まあ、引き続きね、やっていこうかなと。はい、ありがとうございました。はい、グリグラさんよろしくお願いします。よし。ディフェンスラッキー。
まあ、ディフェンス消す場所今なかったんで、まあ、これが最大でしょ。今の、ね、全体見た人にディフェンスの消せる場所がなかったんで、まあ、十分だと思います。まあ、アタックもじゃない。こっちのディフェンスも止まりましたし、190ぐらいか、だいたい相手のアタック。180ぐらいか。まあ、しっかり一発で勝っていくとね。はい、ありがとうございました。対戦はこのよね。結構ね、こんな連勝してるとね、対戦とか来たりするんですけどね。再戦ってあんま来ないか。まれか。もう一回やりてえって人がね、意外といたりするんで。ディフェンスラッキうん、まあディフェンスいまいちだけど、まあこれは、まあまあまあ、しょうがないですね。相手も条件は同じなんで。まあやっぱ少ないですよね、ディフェンス。それに対してアタックもでも112ぐらいか。まあ一撃で勝っていくと。レート2000超えましたね。はい、コアラパパさん、ありがとうございました。いいですね。じゃあ、あと2000やっていきましょうか。33、お、また同じ人ですね。はい、お願いします。ああ、押せなかった。いや、これは微妙だぞ。ちょっとあの像をミスったのが痛かったですね。それでだいぶ崩れた。動かしたはずのが動かず。おっと、同じタイミングに減ったが。大丈夫かこれ。あ、止まりましたね。アタックが俺の方がだいぶ多かった。見えなかったら、おっと、ディフェンスローが高い。これは珍しい。311の351、面白いスコア。まあ、ディフェンスが高いんで安心感はあるけど。相手もディフェンスローが高かったですよね。まあそういうパネルだったのかな。ディフェンスローが高くなりやすい時っていうのは あるんで、面白いですね。お互いディフェンスローが高かったという。はい、ありがとうございました。まあ、2ラウンドになっちゃったけど、しっかりね、勝っていくとね。じゃあ、ラストやっていきましょうかね。はい、チョッパーさんよろしくお願いいたします。なんですね。
まあいいでしょう。十分強い。さあ、相手はどのぐらいでしょうかね。382なんで。ディフェンスが70ぐらいだったかな。アタックが98ぐらい。よし！まあしっかり勝っていくわけと。まあやはりね。35戦、35連勝かな。まあ、全勝なんだよね。おー、再戦希望してる。ごめん。CP がないんだ。再戦別にいいんだけどさ。あー、なんか悔しいな。再戦相手してあげたいけど、ごめん。もうないんだ。まあ、こういう人もいるんでね、残念な時もあると。本当は再戦、もうし、あれな、受けてあげたかったんだけどな。ちょうどラストだったんだ。まあ、35連勝というね。まあ、やはりね。まあ、こうなってしまうと。あ、こんな感じで。今日はお疲れ様でした。まあ、もしよろしければね。まあ、チャンネル登録の方と、評価の方もぜひ。お疲れ様でした。